CTM も成功も興味ないから。秀樹の場合は空はね、繋がってます。あなたには国を守るっていう使命があるでしょ。人生ってのは AI だと思うんだよ。私の夢はまだ終わってない。日曜現象、空の広報室、警察ミステリーの最高峰、ドラマ化、捜査一課志望だった女性刑事、その配属先は捜査三課から応援を頼んだ。私が素人の犯罪だ。窃盗犯はクロードだ。犯罪の職人対捜査三課、一課は素人相手だと言いたいのか。捜査三課対捜査一課、確証がないと言いますか。確証、警視庁捜査三課。4月15日月曜日夜8時。本人変わらず通称特関連だ。そろそろ出るんだから、どこにでもスルスルと入り込むから。